皆さんこんにちは、ウォッチモジャパンへようこそ。今日は特殊効果前の奇妙な舞台裏映像トップ10を発表します。 It was absolutely exhausting. Tired? I wish I was 10 years younger. Eyes on your own cards, buddy. All of them. It's so hard to work with. This is ridiculous. このランキングでは豪華な視覚効果の裏にある平凡な、そして時に笑える現実を垣間見られる舞台裏を見ていきたいと思います。さあ、あなたはどんな映画撮影の舞台裏をじっくりと見てみたいですか？コメントお待ちしています。では行きましょう。第10位、緑の手、ハリーポッターと謎のプリンス。ああ、魔法は存在しないので、ホグワーツに命を吹き込むのは巨大なサウンドステージ、主にリーブスデンスタジオと昔ながらのシンプルなグリーンスクリーンのトリックが必要でした。謎のプリンスにはハーマイオニーがハリーに話しかけながら本を本棚に戻すシーンがあります。 Given the circumstances, I've had to make other arrangements. Have you? Yes. Why? Well, I just thought seeing as neither of us can go with who we'd really like to, we should go together as friends. この舞台裏の写真にあるように、本が宙に浮いているのは緑色の手によるものでした。グリーンスクリーンのようにポストプロダクションで手をデジタルで消し、浮遊する本を残しているのです。ハリーの透明マントと全く同じ手法ですね。Well, let's see them. Put it on. Wow! My body's gone! 第9位、デナーリスのドラゴン、ゲームオブスローンズ。Dracarys! ゲームオブスローンズには巨額の予算があり、そのおかげでエミリア・クラークがテーマパークの乗り物と呼ぶくらいの巨大なドラゴンの仕掛けを作ることができました。デナーリスがドラゴンに乗るシーンでは、グリーンスクリーンの前でマシンにクラークを縛り付ける必要がありました。So that the thing she's moving on is moving around as if she was really riding on Drogon, but in a stage in Belfast in front of green screen.機械はどことなくドラゴンに似ていて、その飛行パターンをシミュレートするために動き回ります。一方クラークはただ暴れ回り、カメラに向かって威嚇的な視線を送らなければなりません。決して楽な仕事ではありませんし、エミー賞で4部門にノミネートされたのもうなずけます。 I mean, can you even imagine being on the back of a reptile that's breathing fire at your command? That's huge. 第8位、パーカーを着た人形師たち、ソロ、スターウォーズストーリー。 The seat taken?Nobody's in the seat that ain't taken, son. 映画の質はさておき、ソロが昔ながらの実用的なエフェクトを使っていることには賛辞を送りましょう。おかげでいかにもスターウォーズ的な雰囲気が出ています。この映画で最も印象的なシーンの一つは、ハンがカードゲームでランドと出会い、さまざまなエイリアンと対戦する場面です。 Sorry guys, it's close, but not quite.テーブルを囲む全てのエイリアンはコスチュームを着た人間か人形だったのです。例えばこの総統のエイリアンを見てください。このエイリアンを操るには、緑のパーカーを着た4人の人間がパペットの手足をそれぞれ手動で操作する必要があったのです。第7位、フレンドライクミー、アラジン。フレンドライクミーのシークエンスは2019年版のアラジンで最も視覚的に輝き、想像力に富んだシーンだったのではないでしょうか。 Don't sit there, buggy. I'm here to answer all your midday prayers.ディズニーミュージックビボがこのシークエンスをどのように撮影したかの動画を投稿しており、それは奇抜であると同時に目を引くものでもあります。ウィル・スミスとメナマスードは青いスクリーンの前で青い毛布スーツを着た人たちと撮影しています。この映像で最も興味深いのは、昔ながらのトリックを駆使していることでしょう。油圧式のソファーやスミスの踏み台など。この映画の制作費が1億8000万ドルから2億ドルというのもうなずけます。 You can clap now. No, 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 no. Please, 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 please. You can thank me outside in the sun. 第6位、樽の脱出劇、ホビット、竜に奪われた王国。ピーター・ジャクソンのホビットは CGI に頼りすぎていると批判されました。 Well done, Master Baggins. Go, come on, let's go!グリーンスクリーン満載の舞台裏の映像を見れば、その指摘は十分理解できます。とはいえ、このシークエンスを実写で撮影するのはかなり大変だったでしょう。竜に奪われた王国で印象的なシーンの一つは、ビルボとドワーフがオークやウッドエルフを避けながらワインダルに乗り込む樽の脱出劇。
この中の一人がオーランド・ブルームが演じるレゴラスです。このシークエンスを撮影するためにブルームは巨大なグリーンスクリーンの前に立ち、グリーンスーツを着たスタッフによってシーソーに動かされています。あとは CGI。 I'm firing my arrows and then doing 180s and then 360s and just it was carnage. It was absolutely exhausting. Tired. I wish I was 10 years younger. 第5位、野獣、美女と野獣。 Puppeteering the suit for the motion capture. It's an ordeal for my calf muscles alone, let alone, you know, just the whole body just to kind of manipulate. 巨大なモコモコパジャマを着た俳優の姿はとても印象的。デッドプールではこのモーションキャプチャースーツでコロッサスに命を吹き込みました。 Such a you thing to say. Go get him, Tiger! Big CGI fight coming up! 2017年に実写リメイクされた美女と野獣の野獣にも同じ手法が使われています。この映像を見ればエマ・ワトソンへの尊敬の念を新たにするでしょう。このスーツを着たダン・スティーブンスの相手役なんですから。 I really stood in awe of Dan. Not only did heconquer the technology, but he had fun with it. He decided that this was a challenge. もちろん、ダン・スティーブンスがこのスーツのままで演技をできたことにも脱帽です。どうやってエマは真顔で演じることができたのでしょう。第4位、パークの恐竜たちに触れるジュラシックワールド。ジュラシックワールドのようなスリリングな映画の仕事。実際は子供を背中に縛り付けて四つん這いになって歩き回ることです。ジュラシックワールドには子供たちが触れ合いで恐竜に乗るシーンがあります。このシークエンスは子供たちにとっては楽しいでしょうが、恐竜のように這い回る大人にとってはとんでもない撮影だったに違いありません。制作会社のインダストリアルライト&マジックはこの滑稽な光景を可愛らしく心温まるシーンに変えてしまいました。マジックの名にふさわしい会社ですね。 This place is for little kids. Yeah, I know. Wanna go on the spinning dance rides? Nope. 第3位、スーパーマンの飛行、ジャスティスリーグ。スーパーマンが高速で飛び去るのはどうやって撮影しているのでしょう。その答えはぎこちない腰つきと素早いカメラのズームアウト。ロイスを助けたスーパーマンは彼女をトウモロコシ畑に連れて行きました。とても真剣な表情で空へと飛び去っていきます。映像はとてもクールですが現実はそうではありません。ヘンリー・カビルは心配そうに胸を張り上目遣いになり、カメラがズームアウトして傾くとブームマイクが映し出されます。こんな映画の撮影とても楽しそうですね。第2位、汽車のクライマックス、バックトゥーザフューチャーパート3。 It's a science experiment. では CGI が広く実践され採用される前はどうだったのでしょう。模型やミニチュアが中心でした。この素晴らしい写真が示すように、バックトゥーザフューチャーパート3のクライマックスの列車のシークエンスの撮影はミニチュア、車、足場に登ったカメラマン、実際の土と木が使われました。このミニチュア撮影が実際にうまくいったことで列車のシーンは今見ても素晴らしい出来栄えです。残念ながらドクとクララがホバーボートで走り去るあのぎこちない瞬間は素晴らしいとは言えませんが、1位のご紹介の前に最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、ロケットラクーン、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。ロケットラクーンはマーベルの中でも最も愛されているキャラクターの一人です。たとえ彼が全てコンピューターグラフィックスで緑のコスチュームを着たショーンガンでできていたとしても、ゴラムのようにガンは撮影現場でロケットの物理的な動きを演じています。 A lot of times he had this green body suit with just his face, you know, sticking out of it, and he would crawl around like a crab so that he's the height of Rocket.素晴らしい方法なのですが、しかしデイブ・バウティスタが大の男の頭を撫でるというやや気まずい瞬間をもたらしてしまいました。このランキングから学んだことは、現代の魔法のような技術は大抵は緑の毛布スーツを着て人々が変なことをしているだけということです。And so, really, the character of Rocket is created by many, many people. And that's one of the things I think that makes him seem so real to us, is because he does have this life of his own, and we're all sort of serving that.正直言って撮影方法について知った今でも、バックトゥーザフューチャーパート3のシーンはミニチュアには見えませんし、子供の頃は機関車ごと破壊されたとばかり思っていました。皆さんはどう？映画の舞台裏を見てこれはすごいと思ったシーンはありますか？
ぜひコメント欄で教えてください。またはツイッターやインスタ、私の YouTube チャンネルで教えてください。それでは